はい、皆さんこんにちは。それでは妖怪ウォッチ3続きやっていきましょう。で、今回はね、ちょっと太陽くんサイドじゃなくてムーンちゃんサイドね、第3章終わらせたいと思いますので、ちょっと最初からね切り替えていこうと思います、プレイヤーをね。よしよしよし。じゃあそうなんですよ、ちょっとムーンちゃんサイドに移ったね、ちょっと皆様に報告したいことがありましてですね、ちょまあ切り替えますか。ちょっとね、妖怪ガシャをね裏でやったんですよ。お、ストーリーリンク来た。あ、また白いあいつがおしゃセットでつぶやいてるだに。ああ、あの紫口笛の変な妖怪、どれどれ見せてごらん。ゾンビナイト。そんなもの起きるわけございません。真夜中に目が覚めると変な事件起きるだなんて、プープープー、妄想が激しいにも程があるデミス。めっちゃ言うとるがな。夜になると事件が起きる。ほっ、もしかして夜の青葉に行けば事件の真相がわかるんじゃない？あ、本当だに。でもムーンの勘は今まで不思議と外れたことがないだに。じゃ、決まりだね。そうと決まれば家に帰っていろいろ準備しなきゃ。おし、そう、それでみんなに報告したいことがあるんですよ。そう、見て見て、殿様ってつけたんだけど、あのね、妖怪ガシャを裏でやりまして、そしたらね、いろいろっていうか3体妖怪が出たんですよ。そう。よいしょ。じゃあまずはね、見ていただきたいのが、これですね、殿様。これはね、水色コインから出たので、はい、そのままね、使っていきたいと思っております。で、あとね、2体、このシンオーバーとカゲオロチってね、超レアな妖怪が出たんですけど、でもこいつらはね、5つ星コインとスペシャルコインっていうね、ちょっとレア度の高い妖怪がね、出やすいコインから出たので、この子たちは使わない。うん。ただ引いただけって感じですね。でもかっこよくない？カゲオロチ。超かっこいいんだけど、使いたいんだけどね、でも、しょうがないです。はい。使えません。頑張ります。はい。という報告でしたっていうね。よし、じゃあお家に帰りましょう。ということで、はい。よいしょよいしょ。そう、このね、殿様がね、結構強いというか、能力がね、結構使えるんですよね。妖怪メダル。ちょっと見ますか。よいしょよいしょ。そう、こいつ超ズボラで荒くれなんですけど、でもね、スキルがね、決してサボらないっていう、そう、超良くないですか。だから使っていこうかなと思います。あれ、元の名前なんだっけな、なんだっけな、なんだっけな、元の名前、ちょっと字幕に変えときますわ。妖怪の名前、殿様ってつけたんですけどニックネームね。じゃあ行きましょう。お家に帰るよ。よいしょ。あ、嫌なの見つけた。何？また長鼻でしょ？うわー、出た！あー、ちょ。行くでー。え、お、お前のことが見えるんか。なかなか見どころのある子やな。しかし、悪いけど、まだまだど素人って感じやな。このままやったら、どっかで痛い目見そうな気がするわ。どうや、一応あれがええこと教えたろか。え、ムンちゃんサイドで初めてだっけ、長鼻。ちょっと、聞いてみるか。わかる人やな、自分じゃめっちゃええ話したろ。妖怪同士がバトルするとどうしても HP が減っていってもやろ。すぐに回復できるような場所ならええけど、毎回そんな都合よくいかんよな。せやから回復は自分たちの力でするのが一番ええねん。つまり回復妖術を使える妖怪はバトル。あ、これ同じこと言っとるやん。はい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 。ちょ、あ、わかめくん、昆布さん、ほう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 、砂男と絆めこ、へえ、あ、へえ、ホットケーキちゃんいるから私はいいかな、みたいな。え、まあ、お家戻ろう。よいしょ。わかめくんたちは、ずっとね、昔から出てきてるやつだけど、入れたことなかったな。じゃあ、お家帰ります。よし。夜になったら青葉原に行くだに。そのつもりだったんだけどさ、よく考えたら夜に出かけるなんてお母さんに怒られちゃうよね。あ、やっぱ吐くね。
それでしたらぜひ私にお任せください。夜にお出かけされたいときは私があなたに化けさせていただきます。ベッドで眠ったふりをしていますのでその心配はいらないと思います。お、そんなことできちゃうんだ。あー、でも今日はもうクタクタで夜に起きてられる自信ないな。私は人にいい夢を見せることでその人の疲れを癒すこともできるのです。ですから少しお休みいただければ疲れはきれいさっぱり取れます。わあ素敵。でもお高いんでしょ。なんとタダでございます。おお、なんだにそのノリは。案外吐くはノリがいいっていうね。よし、じゃあ夜になるまで自分の部屋で休もうということで。あれ、朝まで寝るでいいの？おやすみなさい。おやすみなさい。え、いいんですか？朝になっちゃいますよ。いいんですか？あ、ちゃんとメガネ置く描写もある。あ、よかったよかった。夜になった。おはようございます。よく眠れましたか？うん、なんかすごいスッキリだよ。それでは後のことは私にお任せください。頼んだよ、ハク。おーし、こうなる。うわわ、変なの。目の前に私が寝てる。まあとりあえずこれで夜も自由にことできるだにね。それでは夜の青葉にいざ参らん。おっしゃ、よし、じゃあみそら家。あ、パパとママ、あ、違う、あ、弟くんはママと寝てるの。あれ、そういえばパパは、あれあれ、パパは、あ、結構ムンちゃんの家庭事情は複雑なんでしょうか。もしくは単身赴任か。パパ、まあいいか、行きましょう行きましょう。やっぱ靴も3足しかないぞ。パパはムーンちゃんのパパは、お、夜こんばんは。やっぱ夜は夜でね、あの別の面を見せますね、この街も。さて行くか。夜の青葉にいざ参らん。あー、早くなんか移動をねサクッとできるようになりたいんだけど。本当もうなんで雲外峡出てこないかな。これさ、妖怪ウォッチやってる人多分同じように思ってるんじゃないのって思うんだけど、なんで雲外峡出ないのみたいな。移動がめっちゃ面倒なんですけどみたいな。はい、 OK。 さて住宅街に入って、あ、ほらまた段々坂まで行かないといけないんでしょ。めんどいなー。よいしょよいしょ。結局はさ、太陽くん戻ってきそうだけどね、日本に。でもそうなるとマックたちとのお別れがあるわけか。つらいな、また泣きそうだな。あ、こんばんは。お姉さん目当てで花屋に。わあ、花屋のお姉さん。わあ、やっぱ男集まると女の顔の話になるのか。怖いなー、めっちゃ怖いな。まあ女も逆、ね、逆もしかりですけどね。あ、宝箱ハンターのムーンさんとしてはこれは見逃してはおけぬ。ガードのすすめ、夜の小学校に入ったりとかするのかな。はい、こっち来ました。あれ、駅まで行くのかな。あ、やっぱ駅まで行くんだね。でそれで電車乗るんだね。わ、またお金大丈夫かな。あ、大丈夫かな。ん、まあいいか。ちょっとウォッチがいろいろ反応してて気になるけど先に行きます。はい、あー、350円、やばい、お金なくなっちゃう。乗るわよ。青葉だから桜中央行き、これに乗ればいいか。乗ります。怒られないかな、こんな夜に出歩いちゃって。あ、そうそう、小日向まで行くんですよね。ちょっと待って、あれ、
桜中央、あ、やばいな、電車間違った。リアルでもね、時々やります、電車間違えるの。やべえ、降りるわ。間もなく。行くだに。あ、そうそう、ここで降りるだによ。やばいやばい。夜の青葉でしょ？やばい、青葉に行きたいんだよ、私は。青葉に。ちょっと待って、ちょっと電車来るの待つわ。お、あー、海賊じゃない。うー、なかなか来ないな、電車が。これでいいかな。じゃあこれに乗りましょう。はい、乗る。青葉青葉青葉。本日もよし、オッケー。何も来ないかな。妖怪が来たりとかね、ウサピョンと雑談したりとかするんですけど、電車の中では。今回何もないみたいですね。これ夜の何時ぐらいで歩いてんだろうね。でも電車もほら終電っていうのがあるやん。あ、やば、間違っちゃった、間違っちゃった、間違っちゃった、あ、間違っちゃった、アホやん。くっ、ちょ待って、ちゃうねん。もうじゃあアーバまでカットする。もうやっちゃったよ。よし、青葉ついたのー。もう、ほんともうミスってばっかりで申し訳ないのー。あ、お腹空いてきた。あ、あれなんかおる。夜の青葉なんて初めて来た。やっぱ昼間とは雰囲気違うなー。でもなんか、ちょっと違いすぎるような。あ、なんかキノコたくさんいる。かわいいんだけど。キノコ。どう考えても昔すぎるだに、町中変な生物だらけだによ。あれはナメキチ？ま、町中はナメキチだらけだ。ウサピョン似てるって言ってたやつだね。一体何が起こってるだに。あ、なんかいる。え、アンビリバボー。マム、妖怪発見。え、あいつはよくアンビリバボーだに。名前からしてこのアンビリバボーの現象、あいつの正体に違いないだによ。オッケー、じゃあアンビリバボーを追いかけようということで。あー、かわいい。わかんない、なめ、かわいいなめな、お前ら。目が回るなめ、ゴールがどこかわからないなめ。待てや、ほら待てや、ほら、こんにゃろう。あ、なんかいろいろモンスターいるんだ。あ、消えた。え、メイドカフェ？え、ちょ、アンビリバボーな感じになっとるんですが。お、え、私がメイドになってる。あれ、アンビリバボーは？おい、ちょっとムーンリー。何ムーンリーって。お客さん待たせてるよ。おや、ムーンリー、私のこと？なんじゃこりゃー。メイド服なんて初めて着たよ。うひょー、テンション上がっちゃう。ほらほら、バカなこと言ってないで、あのお客さんに対応して。あれ、え、お客さんってウサピョン？わー、なんだかよくわかんないけど面白いから流れに乗っちゃおう。ムンちゃん、そういうところあるよね、ほんと。こんにちは。え、なめ？ゆっくりしてて、なめ。あ、お前。え、なめ？オムライスが冷めちゃうよ。あ！あ、なめなめ3分クッキング。なめ吉は包丁が持てない、なめ。しょうがねえ。おもてなしすっか。こんにちは。
待たせいたしました、ご主人様。もう、その奥は何だに。ほらほら、愛情たっぷりですよ、召し上がり。っていうか、どう見てもオムライスの色じゃないだに。こんなもん食べたら死。死？あ！すごい色してんな、スープ。てか、なんか全体的に毒々しいぞ、色が。食べて食べて。あ、もう全部あげるよ、つまみぐいのすけに。色やば。何あのブルーに赤の何スープだ。はい、まさかのご飯ゲームはここに出てくるなんて。はい、頑張って死なないで、うさぴょん。サラダはさ、ギリありだとしてもさ、残りの2品なしやろ。はい、あーって言って、あーってうさぴょん死なないで、マジ。はい、はい、オッケー、あった。美味しいでしょ。もうお疲れ様。あ、ショートケーキ。あー、ちょ、お口直しにショートケーキでも。ガードのすすめ、なんかガードのすすめめっちゃ手に入るな。うん、ぷー、一体何を入れたらこんなひど味になるだに。まだまだありますよ、ご主人様。愛情オムライス大盛り10個全部お召し上がりくださいませ。ちょ、やめるだに、てめえ。殺す気だにか。あ、また出た、バブー。アンビリバボー、やっぱりお前の仕事だに。うん、こんなことしてる場合じゃないだによ。はっ、どうやら我を失っていたようだ。何でもいいから早く追いかけるだに。よし、アンビリバボー追っかけますよ。愛情オムライス、そう、愛情たっぷりオムライスだからね。ムーンさんが実際にオムライス作ると全部スクランブルエッグになりそうだけどね。わー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。おお、お前逃げんな、こんにゃろう。待てよ、おら。あ、ちょ、え、あー、やばい。バトルしていこう。よいしょ、せっかくだから殿様の力を皆様にお披露目しようかな。 OK、 湧き上がるだに。ぶっちゃり毒牙って言ってね、あの、なんかこう、そう、力が大ダウンっていう、ちょっといいよね、使えそう。お、やばい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 。あ、ちょっと待って。あ、来た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 。オッケー。で、あとお払いして。お、あと1体だけじゃん。あ、勝った。楽勝。そう、まあね、ムンちゃんサイドのね、あの妖怪たちがね、まだあんま育ってないからね。よし、行きましょう。どっち？あ、アニメド。こっち？お前、そろそろふざけんな。あー、くそー。いや、カットだ、バトルは。よし、じゃあ行きましょう。お、まだか。まだ捕まんないの？じゃあ、捕まったところで今回終わりにしようかな。あ、いた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 。どこよ、今度こっち。ほんと、もう青葉をずっと巡ってる感じですね。じゃあの、オッケー。小山、ちょっとまたなんかボス戦になりそうな気がするんですけど、待てや。ほんとナメキチばっかり可愛いけど。あ、ちょっと待って。
よし、オッケー。ちょっと待ってね。一回セーブをします。よし、お待たせしました。お、ニャーケービー劇場まで来たぞ。なんか入る。お、劇場支配人。あ、そういう君、ステージ始まっちゃうよ。急いで。え、ステージって何のこと？とにかく行ってみよう。え、もしかして私アイドルになっちゃう。あ、なめこ。なめこ、歌って踊りたいなめ。あれ、あ、中の店員さん、普通の人もいる。いらっしゃいなめ。うん、巨大なめ吉。僕にはよくわからないなめって可愛いな。よっしゃ。あれ、ここってステージの上で、こんなにゃけびになってる。ムーンちゃん、リラックスリラックス。あ、ふさそったんだ。ふさそったん。今日もいいステージにしようね。ほら、始まるよ。お、ハンドルをくるくる回して飛んでくる球をキャッチしてね。輪っかが出てきたら下画面をキャッチ。輪っか、あ、ミスしたらゲージが入って、え、ない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 、え、お、はい、ちょ、あ、こういうことか。あ、こういうこと。え、難しい。お、あー、ミスった。あー、なんとか終わったけど。よし。もしかしたらね、ちょっとね、ここのあのミニゲーム、ちょっとね、あの歌がね流れるのでカットしてるかもしれないです。申し訳ないです、カットしちゃったらね。アンクール、アンクールだにー。はっ、ミーは一体何よ。パパ、ハンビリババはいい加減にするだにー。よし、じゃあアンビリバボを追いかけようということなんですが、ちょ、メンバーに話しかけたいね。にゃんしおちゃん、かわいい。ルッキーニャ、よいしょ。フーニャン、お、フササタンと、お、レーニャ。おしゃ、まあ出るわ。よし。なかなかスッキリしないですな。こんにゃろう、まだ逃げんの。もういい加減にしなさいよ、あんたね。よし、来た。もう逃げられないだによ。パッ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 、いやいや、君ちょっとビビりすぎじゃない。でもたかがウサピョンだよ。パッパッ、後ろ、え、ダニー、え、うおー、なんだこいつは。怖っ。ムフ、妄想世界にようこそ。妄想世界だに。そうだよ、お嬢ちゃんの妄想をもとに僕ちんが作り出す世界なのだ。あ、私の妄想楽しんでもらえたかな。結構素敵な世界でしょ。どこがだに、とんでもない世界だに。いや、確かにメイドさんにもニャケビーにも慣れて最高っすね。騙されないで。誰、あ、セラピアーズ。
月の光で宇宙の平和を見守り、太陽の熱で悪を懲らしめ、大きな愛で宇宙を包み込む。あー出た、ここにケンちゃん、かわいい、セラピアーズ、気をつけてセラピアミソラ。あれは人を妄想世界に引きずり込んで飲み込んでしまう邪悪な妖怪、飲み込まれたら最後現実に戻れなくなってしまうわ。むむむ、余計なこと言ってくれるな。現実に戻れなくなる、それは困るよ、見たいアニメいっぱいあるんだから。そんな理由だに、助けてセラピアーズ、あの気持ち悪いやつを倒しちゃって。あなたも一緒に戦うのよ。え、私も、マジですか。お、え、変身する、ダニ、わけわかんないダニで、バトルか、何が起こったダニ。やった、えたわね、4人目の戦士セラピアミソラ。セラピアミソラ、何言ってるダニ。あ、私がセラピアーズ、いや、何そんなに受け入れてるダニ。ちょっとウサピは黙ってて、ダニー。4番目の戦士セラピアミソラ、あなたに出会う日を待ってたよ。セラピアセレーネ、ハワはやっぱり美しい。私たちが力を合わせれば向かうところ敵なしだよね。セラピアソレイユ、笑顔がまぶしすぎる。さあ一緒に戦うよ。セラピアハート、感動、感動ですな。おー、ということで、じゃあ今回ちょっとここで終わりにしようと思います。ちょっと動画がね長くなっちゃいそうなので、はい、じゃあ次回ボス戦ですか、やっていこうと思いますよ。はい、では皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。